アーメン。主イエスキリストによって神である父からの恵みと平和が皆さんと共に、また愛と共に。皆さんこんばんは。皆さん、主のご降誕おめでとうございます。I wish you all a very happy Christmas. 今日初めて教会に来られた方、もしいらっしゃいましたら自分の席から立っていただけますかね。
ありがとうございます。外国の方でも、ペルーとか、後ろの方にベトナムの方、他に、どちらの国からですか？Where do you come from? America. Oh, please, please. Mother Teresa, 皆さんご存知の方だと思います。今年成人になられた方ですよね。マザー・テレサは、あちらのスライドを見に行ったら分かると思うんですが、何もない中から与えなさいと言いました。何もない中から与えなさい。おそらくマザー・テレサは自分の体験の中からこのように話したと思います。インドのコルカタで福祉事業を始めた時には本当に何もなかったと聞いています。何もなかった、何もなかったと言っても一番大切な愛の心は持っていたに違いない。愛さえあれば必ず道は開けてきます。このことをマザーはいつも信じて自分の修道会の姉妹たち、ボランティアを通して働きに来られた多くの方々に伝えながら、最も見捨てられた一番貧しい人たちのために一生懸命働いていらっしゃったと思います。愛さえあれば必ず道は開けてきます。マザー・テレサが創立した修道会のシスターたちが今世界のいろんなところに派遣され、そこで貧しい人々のために働いていらっしゃいます。日本でもたくさんのマザーの姉妹たちが皆さんご存じだと思います。面白いことに、神様は貧しい人や一般に弱いと思われる人を通して私たちにたくさんの恵みをくださるのです。イエス様のクリスマスの話、先ほど読まれた聖書福音ですけれども、クリスマスの話の中で出てくる、例えば羊飼いたち、羊飼いたちはその良い例です。羊飼いたちは神様から大きな恵みを受け、今日はあなた方のためにダビデの町で救い主の前になったという良い知らせ、そしてその小さな赤ちゃんを通して自分たちがいただくその恵み、その恵みと喜びを人々に分かち合ったわけです。良い知らせをいただいた彼らが喜んで自分たちのためにそれを持っていたのではなく、できるだけいろんなところに出ていて、見てごらん、私たちのために、それも羊飼いというのはどちらかというと当時の社会から差別されて、ある意味で暗闇の中で長年生活を送っていた人たちです。そういった一番小さくされていた人たちのところに神様が最初に現れたというグッドニュースなんです。皆さん、人が恵まれるのは人を恵むためです。決して自分のためだけではありません。どちらかというと当時の羊飼いたちはかなり差別されていました。
彼らは生き物を預かっていたので、当時の社会の一般の人たちのように、まあ、例えば神殿の参りとか、さまざまな宗教行事や祭りなどに参加することはできませんでした。ですから、不熱心な宗教者として、者として、皆さん見ているわけです。しかし、人間はそう見ていても、神様はすべてをご存知です。救い主の御降誕は誰よりも先にこの羊飼いたちに知らされました。そして彼らは神様に選ばれ恵まれたのです。恵まれない人たちというレッテルを貼られて寂しい生活を送ってきた彼らがキリストからいただいた天使を通していただいたその良い知らせとして自分たちが恵まれたものになったわけです。そして彼らがその恵みを多くの人々に伝えるために出ていったという聖書の話です。遠く地の果てまで神様の恵みが一番貧しい人たちのところに現れた。神様が一番最初に最も見捨てられた人たちのところに、私はあなたたちのためにこの世に生まれたものだよと天使を通して彼らに思わらしになったという良い知らせです。皆さん、現在恵まれない人や苦しい生活、他にもいろんな重荷を持ちながら生活している人たちがたくさんいると思います。彼らみんなこの羊飼いたちのようにいろんな目で困っていると思います。そして神様のその恵みを必要としている人々です。私たち人間は自分の力では足りない、これ以上何もできないと思うときに必ず特別な力を探すわけです。それを私たちは神と呼んでいるかもしれません。私たちの周りにいる、特にさまざまな試練に立たされている多くの人たちがその恵みを必要としているわけです。世界に目を向くと分かります。今日のルカの福音書ですけれども、一つの国の名前が出てきたこと、皆さん気がつくことが分かりませんが、その国の名前は何でしょうか。どうぞ。どこでしょうか。住民登録するためにこのいろんなところに行きました。その時のどこの国の方が偉い方という名前が出てきて、国の名前が出てるんですか。どこでしょうか。シリアです。まさにそのシリアでは今内戦が続いています。皆さんご存知だと思います。最近毎日のようにテレビニュースと必ずアレッポという名前が出てきます。シリアの一番大きな町アレッポ、たくさんの怪我人や死者を出している大きな大きな町です。そして子供や大人、年寄りとか多くの人たちが食べ物がなく、家がなく、薬がなく困っているというニュースも毎日のように。誰にも食べることができない、何にもできない人たちが今もしかしたらこのミサを捧げているこの瞬間泣いたり、そこにいるのは危ないから安全な場所を探しに逃げたり、
解放を待ち望んでいる人々ではないかと思います。これは海外です。私たちから遠く離れているところです。では私たちのこの社会は、今生きている日本の社会はどうでしょう。2日間前にインターネットで日本の社会のことについていろんな記事を読んでいたら、私の目に当たった言葉は、今の日本の社会は貧困化社会という言葉です。あのスライドを見ていただくと分かると思います。働いても働いてもお金が入ってこない、生活がうまくいかない、社会は貧困社会になってきているというのが事実です。インターネットで書いていたいろんな文章を読んでいくと、こんな文章がありました。日本には持ち家に住み、スーツを着て働き、子供を私立学校に通わせる見えない貧困層が誕生しています。しかし、ほとんどの人がこの大きな社会の変化を見落としています。見落としています。貧困化がどんどん見過ごしていくとどうなるかというと、私たちの目の前では今、例えば家族や子供が困っているということです。時々ニュースの時これも出てると思います。家庭の温かさ、家族でご飯を食べることなどが困難になっているということです。最近子ども食堂というのができているところがあると思います。ご存知の方もいると思います。子どもたちはちゃんと食べ物を、朝昼晩3食食べてるかどうか分からないんですけれども、もしかしたら今の子供がちゃんと食べてない子もいるかもしれません。それでボランティアの方々があるところを借りて、そこに集まってあったかい食事を、特に子どもたちのために作ってくださっているところがあると思います。貧困社会、子ども貧困、大人もされていると思います。この私たちの一番近くに、私たちが生きているこの社会にも、自分たちの救いを待ち望んでいる人が、大人も子供もたくさんいると思います。私たちはこのような人々の存在を忘れてはいけないと思います。そして私たちはこういった背景で今年のこのクリスマスを迎えていると思います。もし私たちは苦しんでいる人を忘れて、自分たちの居心地の良い生活をに満足し、メリークリスマスという挨拶を交わしているとすれば、一度待って考えてみても良いかもしれません。クリスマスの挨拶は単なる挨拶ではないと思います。私たちはよく慣れている挨拶かもしれませんが、誰でやってもメリークリスマス、メリークリスマス、この頃日本語よりも英語でメリークリスマスという方が多いと思いますけれども、私たちは何を考えたら相手にメリークリスマスとか挨拶を交わしているでしょうか。もしかしたら私たちのこれやみをできるだけ相手に見せたくないから、いい顔しながらメリークリスマスと挨拶を交わしているかもしれませんが、自分の中には自分が泣いているかもしれません。あの羊飼いたちがいただいた良い知らせを、今ここにいる私がもしかしたら必要としているかもしれません。それをできるだけみんなに言わないで
メリークリスマス、メリークリスマスと挨拶しているかもしれません。皆さん、クリスマスの意味とは何でしょうか。クリスマスの由来を調べてみたら、いろんなことが書いてあるかもしれません。いろんな定義がそこにあるかもしれませんが、本当のクリスマスは、神様が私たち人間と出会うために、出会うために人となってこの世に来てくださったことを祝うことです。これがクリスマスです。私たち人間と出会う。神と私たちとのこの出会いというのがとても大事です。そして人となって私たちのところに来てくださった、今のこのミサの中で私はこのことを言われているわけです。クリスマス飾りとかクリスマスケーキとかどこかで私たちのために待っているかもしれませんが、でも今のうち私たちにとって大事なのはこの生まれ小屋で生まれた小さな命、赤ちゃんです。その赤ちゃんを通して私は神様から恵みいただくわけですし、神と出会うわけです。この出会いを私たちはミサの中で祝うわけです。これがクリスマスです。子供たちを覚えててください。神様とこの赤ちゃんと私の出会い、私に出会うために、私とコミュニケーションを作るために、この赤ちゃんでイエス様が馬小屋で生まれになったということです。神という存在は、自分の居心地の良い世界にはとどまりません。自分なりの世界を作ってその中にいる存在を私たちは神とは言いません。私たちが信じている神様は人のために自分自身から出ていく方です。馬小屋で生まれたイエス様はずっと馬小屋の中になかったわけですね。出ていったわけです。ですから神様は一つの場所にとどまる存在ではないです。このことを私たちはイエス様を通して、イエス様のなさったいろんな印、奇跡などとして学ぶわけです。できるだけ多くの人々のために出ていく。安心していける自分の世界を作ってその中にとどまるのは神と私たちは呼んでいません。イエス様が神ファン、神は愛であり、その愛のために神の愛をできるだけ多くの人々と分かっちゃうために出てくるわけです。ヨハネの手紙に綺麗な言葉があります。神は愛ですという言葉。愛は自分自身にとどまりません。人のために自分自身から出ていきます。例えば先ほどのセイテレサ、マデテレサです。良い例だと思います。自分が生まれた国境を後にし、自分の家族の友達全部後にし、一番貧しい人たちは住んでいるインドのコルカタというその地方を真ん中に選んだのはなぜですか。神様の愛を多くの人々と、特に一番貧しい人たちと分かち合う。私たちの教皇フランシスコ、彼が何回も繰り返して言われているある言葉があります。恐れずに自分自身から出て周辺の世界に行ってください。自分の世界にとどまらないで、恐れずに自分自身から出て周辺の世界に行ってください。
キヨコが書かれた使徒的監獄の福音の喜びという本があります。そこに出てくる一つ大事なフレーズは出向いていく教会という言葉です。自分から出ていく教会の中にとどまるものではなく、教会では出ていくもの、出向いていく。教皇はしばしば周辺という言葉でその目的地を示します。社会の本領にある人たちではなく、周辺へと追いやられた人たちのところへこそ教会は出向いていかなくてはならない。自分から出ていく、自分から出て他の人のためとはどういうことでしょうか。物理的に他の場所に行くことだけではないと思う。今まで私たちが住んでいたこの場所から今度離れて違うところに行って、そこで生活するということだけではないと思います。福音宣教のためにこれは必要かもしれないですけれども、でもそれだけではないと思います。それよりもしかしたらもっと大事なことを私たちは考えないといけないと思います。例えば自分の狭い心の持ち方、自分の狭い考え方、自分のわがまま、自分が作った世界、狭い世界、自分の安定した生活などをやめて、それで後にして、そばにいる人に心を開くこと。小さな愛の行いにすること、寄り添うこと、微笑みかけること、こういったことをするときに私たちは自分から出ていきます。私たちは自分から出ていきます。自分から出ていくときに自分の心の目が開き、目の前にある世界が広く見えることがあると思います。今まで自分が作った小さな世界の中に生きていて、それが全てと思って、ある時大きな事件、あるいは災難があった時に、私たちはその時に私たちの心の目が開かれることがあると思います。今まで自分が全然見てなかった広い大きな世界が見えてくる時が、これだと思う時があると思います。もしかしたら私がそういったことを体験した時に、そのことが自分から出ていた人のために何かをするということが分かるかもしれません。少しでもそのこれだということをこの後まで理解することができるかもしれません。それを味わうことができると思います。ですから自分から出ていく、出向いていく機会、出ていく自分、このことを私たちはクリスマスのこの時期にあたり黙想したり、そして先ほど見ましたように、その飾りとかクリスマスケーキではなくて、本当の自分のクリスマスのお祝い、自分のクリスマスというのは本当のこの自分から出ていくことによって自分が学ぶ何かが、もしかしたら自分のクリスマスかもしれません。それ初めて体験するとやっと自分から出てきたかなと言えると思います。ですから私たちのクリスマスは自分から出ていくときではないでしょうか。羊飼いたちも、マザー・テレサも、他にもこの世界で人々を助けるために人
一人の救いのために一生懸命働いている多くの方々が私たちに教えてくださるのはこういうことです。自分から出ていく、相手を救うために、神様からいただいた恵みを分かち合うために、ですから今日のこの2、3の中で私たちは自分から出ていくってどういうことかを学びますし、そしてできたら今までの私たち一人一人の生活を振り返りながら、この2歳の中でやっぱり自分が自分なりの世界を作ってその中にあるから、できたら新しい年を迎えるにあたり来年頑張って自分から出ていこうと、神様からいただく数々の恵みを参考にしながら相手のために出ていこうと、こう心の中でね、そういうふうに決めて、そのために努力しながら新しい年を迎えることが大事かもしれません。出向いていく自分、これが私たちのクリスマスではないかと思います。遠く地の果てまで全てのものが神の救いを、私たちもその救いをこの目で見ていると思いますが、もしかしたら私たちの心の目がまだまだ閉ざされているかもしれません。ですから今日のミサの中で神様が私たち一人一人の心の目を開いてくださるように、そうすることによって自分が勇気を持って選挙70周年を迎えられます。67年の間、日本語はすごく変わったことだけで見ていますね。まあ、クリスマスはほとんど昔もみんなしていたけれども、夜中でしたね。今は夜中の2、3分から7時のほとんどの状態の状況ですね。まあ、シュンさん言ったようにやはりね、馬小屋に生まれたイエス様の心持つのが大事じゃないかと思います。やはり裕福な生活ですね。私も昔と比べたらやはり何でもなくですね。けれどもその中にやはり霊的なものを、ね、人間はパンだけで生きるのではないというそのは、高生活の初めに受けた最初の誘惑ね、その意思をパンにしなさい、何でもまあ生活を裕福にするためにするなんて、やはり神だけで生きられないとね。それで生きられない人が、時々には自殺しますね。私たちは持っている宝、誰も持っていない、イエス様貧しい人だったんですね。で預言者が、イエス様生まれることを前もって知らせたら偶然でないで、神が望んだ私にメッセージを今日与えているんだ。やはり物に支配されないように、まあちょっとなくても賛美する、感謝するね、喜びを持つね、これで十分だと、ない時でもね、ぜひとももう何か生活あるいは人間関係大事にして神のことを考える時間がないね、それはもう自分を失っているんです。自分自身をね、大事にする。体は死にません、肺も出ますね。私たちは神の国に今準備してるんで、私は今年になってね、間もなるかもしれないと思っていますけれども、まあ、喜んでいきますね。なので、
リストを信じているので、もう救われている、まあ完全なものいないというのは、イエスは私のために十字架で死んだんですからね。私はもう自分の良い技でなく、神の恵みによって、無償の恵みによって私は天国に行くと信じています。やはり聖書全体それを教えているのです。どうぞ神を知る時間をとってください。毎日。神を知る方法は何でしょうか。どの学校でも教えません。結局、預言者を通して、モーゼ預言者、イエス様の人を通して、神がご自分について掲示した、私たちの救いのために永遠の計画、それを記されたのが聖書です。毎日聖書を読むように進めます。私は4章毎週、毎日読んでいますね。で、初めて神を知った気がします。6年前の話です。初めて神を知ったと。神がどのようにイスラエルに対して関わったか、どういうことを主のイエス様がおっしゃったかを見て、だんだんと、神様こうで私たちもそういうような態度があるというのかな。で、こういう希望がある。どうぞ。今日、その御言葉で毎日養われる、毎日の食事と同じに養われる新しいパッツを始めてください。主は皆さんと共に、また全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆様の上にありますように。クリスマスイブミサが終わります。行きましょう。イエス・キリストを述べ伝えるために。